ボイトレの1分ぐらいの講座です。今回は、下半身に力を入れると声が出しやすくなるということですね。これ足ですが、足の裏ですね。足の裏を、その両足の裏を内側に向けて力を入れると声が出しやすくなりますね。足をつけて、両足をつけて、その地面ごとをこう引っ張ってくる感じですね。内側に引っ張ってくる感じで、足自体は動かさず、地面をそのまま引っ張ってくるか、内側に引っ張るようにして力を入れると声が、高い声もよく響くようになってきます。あとこっちは太ももですね。太ももの内側に力を入れて、同じようにこの内側に寄せる感じですね。力を入れるとやはり声が出しやすくなってきますね。こう、なんだろう、内側の空間を潰す感じですね。動かさないけど、こう力をこう内側に集める感じでやってみると良い声になってきます。ちょっとやってみてください。以上です。